昼間はなかったのに、湖の真ん中にステージができてる。赤や青やいろいろな色に光って夢の世界にいるみたいだね。あ、見て見て、たくさん船が出てきたよ。船の上でダンスしてる。ダンサーさんたち、みんなかっこいいな。アポもダンス部の血が騒いできちゃったよ。ダンサーさんの衣装もすごく素敵だね。デザインは海の生き物をモチーフにしてるのかな。かわいい。リンコも衣装作りの血が騒いできちゃった。はい、あんな衣装でステージができたら綺麗だなと思って。わあ、花火が上がったよ。湖がキラキラしてる。本当に魔法みたいだね。タコもあんな風に見てる人を釘付けにしちゃうステージしてみたいな。あ、そうだ、いいこと思いついちゃった。どうしたの？タコがドラムを叩くと花火が上がるようにしたら超かっこよくない？ステージはキラキラだし、お客さんも大盛り上がり間違いなしだよ。それライブハウス出禁になるっていうか、花火で私らが危ないから。みんなすっかりショーに心を奪われてるみたいね。ええ、これだけ見事なステージですから無理もありません。アコは何か起こるたびに目を輝かせているわね。リンコはステージよりも衣装の方に目が向いているのかしら。そういうミナトさんもショーよりそれを見ているメンバーの方が気になっているようですね。ん？今日ミナトさんを見ていてなんとなく分かった気がします。どうして一緒にここに来たのか。バンドから離れたところでメンバーがどんな風に考え行動するのかを知りたかったんじゃないですか。ええ、その通りよ。気づいていたのね。はい、でも私だけではなく他のメンバーも様子が違うことに気がついていたと思います。湊さんがテーマパークに興味があるとは思えませんし、何より明らかに様子が変だったので。そんなにおかしなことはしていないと思うけれど。いえ、だいぶ不自然でした。ああ。でもこんなことを始めたのには何か理由があるんですか？ SMS に出演した時のこと、あなたも覚えているでしょう。あのフェスでの失敗の後、同じ気持ちでバンドに向き合えなかった私たちはバラバラになるところだった。もう二度とあんなことは起こしたくない、そう思ったのよ。そのために一緒にここに来たというわけですか。ロゼリアでいる時には見せない姿を見られると思ったの。みんなが興味のあることを一緒に体験したら見えるものも変わってくる、そんな気がして。それで宇田川さんと遊んだりウォータースライダーに。でもそれは一理あるのかもしれませんね。相手と同じ目線に立って初めて見えるものもありますから。それにしても今日はのんびりテーマパークを楽しんでいるのかと思ったら、結局ロゼリアのことを考えていたんですね。そうね、でもそれはいつものことよ。何かをしていてもふとロゼリアのことを考えている時間が増えてきたから。それだけ湊さんの中でロゼリアが大きな存在だということです。それは私にとってもですが。ただ今日のことだけれど、うまくいったのかは少し疑問だわ。何か問題でも？一日ここで過ごして前よりもみんなのことが分かった気がするけれど、分かったのは些細なことばかりだもの。あまり理解が深まった実感がないわ。それは今すぐ結論を出せることではないのではないでしょうか。お互いを理解していくことは大切なことだと思います。ですが何より同じ時間を積み重ねることが大切だと思います、今の私たちには。だからきっと今日のことも意味のあることです。さよ。そうね、そうかもしれないわ。